ビクトル・メサ・マルティネスは、キューバ・ビジャクララ州、サグアラ・グランデ出身の野球監督、元野球選手。息子のビクトル・ビクトル・メサ、ビクトル・メサ・ジュニアも野球選手である。現役時代は、キューバ代表として多くの大会に選出。1992年のバルセロナオリンピックでは、金メダルを獲得している。キューバ国内のリーグでは1752試合で打率。 318、217本の本塁打を記録した。国内リーグ引退後の1996年に日本の社会人野球チームのニコニコ堂でプレー第24回社会人野球日本選手権大会では、首位打者、優秀選手に選ばれる。シダックス公式野球部に在籍した1999年には、チームを第26回社会人、 野球日本選手権大会において日本選手権初優勝に導き打撃賞と最優秀指名打者にも選ばれている。長男のビクトル・ビクトルメッサは以下の事件で世界中に報道されることになった。2014年2月17日の試合で相手チームのフレディアル・バレスがマタンサスの選手に決勝本塁打を打たれた後にマタンサスの打者に2打席連続支球を与えた。 その後、マタンサスの控え選手でミス・バルデスがバットを持って、アルバレスに襲いかかり、ドメに入ったラモンルナールの顎にバットが当たるという事件があり、バルデスは1年間の出場停止処分を受けた。この事件は世界中に報道されたが、この時2番目にレッドボールを受けた選手が、ビクトル・ジュニアだった。ありがとうございます。